チャールズ・プレンダーガストはアメリカ合衆国の工芸家、画家である。カナダニューファンドランドラブラドール州のセント・ジョンズで生まれた。兄のモーリス・プレンダーガスト、モーリス・プレンダラガスト、1858から1924も画家となった。1868年に家族はボストンに移った。1890年に兄とパリに移り、 兄と共に、アカデミーコラロシア・や、アカデミージュリアンで学んだ。ボストンに戻った後、アーツクラフト運動の影響を受けて、木工の仕事をし、絵画の額地を特注で制作し、ジョンシンガー・サージェントらの有名な画家の作品のための、機体を制作した。1911年に再び兄とヨーロッパに渡り、イタリアを旅し、フィレンツェ、ベネツィア、ピサ、シエナを訪れた後、 帰国し1 0歳に近かったが、本格的に絵画を描くようになり、展覧会に出展をした。1914年にニューヨークに移った。ニューヨークの画廊に作品を展示し、1917年と1918年には、ニューヨークの独立芸術家協会の展覧会に出展した。その後もニューヨークの画廊で出展を続けた。ありがとうございます。